出来心です。今回はポケットモンスターブリリアントダイヤモンドをやっていきたいと思います。前回までのプレイで言うと白帯シティについて白帯ジムのジムトレーナーさん倒しました。でその後、銀河団が所有している銀河ビルっていうのがこの上にあるんだけどね、この上にある銀河ビルを占拠してた銀河団をやっつけました。でそれでここの自転車屋のおっちゃんから自転車もらえましたっていうところまでが前回までのプレイで、今回は目標どうしようかな、次のバッチ手に入れるところまでかな、まあキリいいとこまでやっていこうかなと思います。で一応自転車手に入れたんで、この下のサイクリングロードが通れるようになりました。レッツゴー。さあ206番道路、ここサイクリングロード通れるんだよ、うん、なんだお前よ、サイクリング楽しんでる、お前楽しむ暇も与えてくれんのかなあ、楽しもうと思って3秒しか経ってないぞお前、おーおーおお、片手手放し運転はやめたまえ。ムクバード、なんで自転車乗りながら何飛行ポケモン持ってんだろうね。よしライオンだ、やばい、初動威嚇してくる。待て待て、ここは電気系、ちょレボルトに交代、行けレボルト。うわ電光石火してくる、まあ意味ないけどな、入れ替えた後だからな。まあここはスパークで攻撃、おりゃどれやこれ、効果抜群だ。じゃあ倒した、やるなお前。さあ賞金ゲット、おーおお、勝手に進む勝手に進む、危ないぞ、それとも挑戦者かな、いやちょっと待って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 、お前俺何にもしてないのに勝手に進んだんだけど、行ってみよう、てん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 、だから片手手放し運転はダメですよ、自転車は両手でちゃんと乗りなさい。お、お兄いた、繰り出してくれ、なるほど、行っておいで、ライオン、ライオンは炎タイプ VS 炎タイプ、どうしようかな、あ、やべえ、ミスポケモンいねえんだ、じゃあもうあれだな、もうグローパンチで、せーの、乗れ。このグローパンチってさ、攻撃力が上がりながら攻撃できるから結構いいよね。おいな、防御か、防御が下がるのね、だがしかしこっちは攻撃力が上がったグローパンチでグローするから。俺の頑張りは空振りか、もうちょっと頑張れ、ちょっと上行きたい上行きたい、この人何してんの、自転車って気持ちいい、アスカキついでに一勝負、ねえ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 、後ろ姿しか見えんのよ、でんでんでん、だからさ片手出放しすんな、危ねえから。コリンク出してきた、まあ、ここのなんかサイクリングロード出てくるやつっていろいろ属性バラバラなやつ出してくんだね。さあライオン、まあ、いっか、もうこのままちょっと火炎車使いたい、火炎車ぐる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 ダーン、オッケー、何やんのかめてめえよ、もういいや、マッハパンチで、よっしゃよっしゃ、やられちゃったね、すっげえ髪型してんな、お前絶対髪ボサボサだろな、結んでそんなこう何髪が花のように開く、お前絶対髪ボサボサ、よしじゃあ下の方行きましょう。
うわめっちゃ戦わないといけない。あなたと私2人とも自転車に乗ってる、ポケモンを持ってる、これは負けられないわ。え、なに、自転車持ってるやつってみんな喧嘩売ってくんの？だからさ、両手手放しじゃねえや、片手手放しダメだって。さ、ムックルを出してきた。なるほど、ムックルか。ムックル、だいたいここにいる人たちの傾向っていうのは飛行ポケモン、雷ポケモン、なんかその辺出してくるんかな。まあ今まで出てきたやつらを出してくる。だからムックル、ねえたけ、ねえたけ、コクリコじゃない、ココリコじゃない、なえたけ、なえたけ、このレボルトの元になったポケモンってなえたけ、なえたけ、コクリポニー、ポニータ、あ、間違えた。やばいな、まあ、いいか、じゃスパークで。おりゃ、よし、ナイス麻痺、いいよいいよ、ナイス麻痺だね。やっぱ電気系ってさ割と使えるよな、この麻痺さすって結構いいと思うもん。転んじゃった。よし、で次はこっち通るですよね。お前の自転車ギアチェンジができるタイプか、うまく乗りこなせているか俺が試してやろう。てか今時ギアチェンジできない自転車の方が少なくないですか。さあムックル出してきた。わ、飛行多いな、初手飛行多いから、ちょっとレボルト前に出しておった方がいいのかな次から。行けレボルト、ほらほら、その電光石火は無駄になるんだ。行けスパーク、あー、じゃあ効果抜群。さあ次何出してくる、ムクバード出してくる。じゃあそのまま戦います。行け、やば、行くぞ。やっぱ電光石火だとかってさ、何、先手取れる技って結構いいね、こう見てたら。かポケモンで結構使える技って何なのか、何が使えて何が使えないのかってよく分かんねえからさ、みんな教えてね。おっと、一人一人戦いを挑むのが私です。自転車は自分の体力がある限りどこまでも行ける。そりゃそうだな、自転車でも歩いてでも走ってでもどこまでも行けると思うわ。さあズバッと出してきた。あー、交代するの忘れてた、まあいいか、行っておいてライオン。さあ効果今一つなんだよな、レボルト、レボルトここで活躍すんだよな。やべえ、何、毒毒の牙、毒になる、あっぶな、よし、オッケー。さあズバッと倒れた。ヒッヒッフー、ラマーズ4、どうした、子供生まれるんか。おい、スピードを競う人、テクニックを磨く人、ね、その空白何、その空白何なん、あなたはどっち、どっちでもねえわ、自転車走ってるやつだわ。さあフミナ、さあコリンク出してくる。ここでコリンク出してくるか。この威嚇って結構厄介だよな、初っ端攻撃をさ
下げられるってなんかちょっとテンション下がるからやめてくれん。ねえコリンくん、この野郎、お前が攻撃力下げるんだったらな、こっちも攻撃力上げっからな。さあコリンク倒れた。さあレベル20。おっと、そろそろピチピチがレベル20に上がるね。コリンクか、まあ、いっか、そのまま戦おう。よし、苦労してやるぜ。どん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 攻撃力が上がっていく。てかさ、もうレベル26って何なんて話よな。レベル15の相手に対してレベル26って何？レベル上がりすぎやろ。はい、お金お金お金、780円ありがとう。自転車大好き。でもパンクの修理はちょっと苦手。てんてんてん、あ、そうや、思い出したわ。そう、俺の自転車もパンクしとんよな今。直さないけんのよ。お、ピカチュウだ。おいおい、今足の裏の土取ったろな。あ、自転車やろう。自転車ちゃんか。うわわわわわ、うわ、麻痺、麻痺か。麻痺って戦闘が終わっても継続するんだっけ。さあ尻尾振る。うわマジか。え、麻痺って 100% じゃないよね。麻痺してたら、あ、 100% じゃないね。オッケー、よっしゃ、ピチピチレベル20上がったぞ。さあ来る。よっしゃピチピチ。おや、ピチピチの様子が来た。出た。よっしゃ、ギャラドスに進化した。からギャラドスから強えんよな、ピチピチは。噛みつく覚えた。オッケー、よし。でよいしょ、ギアチェンジをうまく使いこなせばどんな道でも楽に楽しめますよ。あ、そう。あら、素敵な自転車ね。そんなあなたにこのシールをどうぞ。なんで？なんでシールくれた？ありがとう。なるほど。さあ、206番道路。ここはどこだ？なんだ？あ、ひかりちゃん。おい、出来心くん、ポケモン図鑑の調子はどう？私はバッチリと全然の間かな。なんか冷静と情熱の間みたいな感じで言わんでくれん。それはいいの。今ね、素敵なものを持ってるから出来心くんにも分けてあげる。どっち選ぶ？何？右か左か。困ったな。じゃあ俺は左手で女の子の手をつなぎたいから、ひかりちゃんの右手を選ぶわ。なるほど、バトルサーチャーね。選ぶんじゃなかった。さすが出来心くん、いいもの選ぶわね。何、バトルサーチャーって何？出来心はバトルサーチャーを大切なもの、バトルサーチャーを使えばもう一度戦ってくれるトレーナーがわかるんだよ。さあ出来心くん、ポケッチは持ってるよね。じゃあこっちもあげちゃう。出来心くん頑張ってるし。
何ラウジングマシーン。ラウジングマシーンは見えない道具を探せます。とにかくタッチしてみるといいよ。自分の周りに見えない道具が落ちてたらそのことを教えてくれるから。特に暗い洞窟とかだと結構見つかるの。じゃあポケモン図鑑頑張ろうね。七日間の博士も期待してるし。行っちゃった。さてこれ何、これかな、ダウジング機能。なんかある。え、わかりづらダウシング機能。なに、なんかよくわかんないからいいや。お、木の実だ。ここら辺木の実はさ、拾うだけで別に埋めなくてもいいんだよね。さあ、クラボの実。木の実植える人いる？これやっててさ。いや、植えない。どうせまた来るかわかんねえし。こっち側ですよね。頑張れよ僕のポケモン。僕も頑張るからさ。本当？頑張って私のポケモン。私も頑張るから。ねえ。どういう状況なんですかこれ。なんか団子三兄弟みたいになってるけど。さあキャンプボーイとピクニックガール、何出してくんだ。さあパチリストポニータか。なるほどな。ちょっとやばいな。パチリスが電気タイプ。うわ麻痺してる。麻痺って計測するんだ。ちょっと麻痺直し使っとこうか。翼、妖精の翼。さあライオンに体当たり。こいつバカだ。まんお前さ、なんでまた麻痺さすの。いやちょ待て、ちょ待てどうしようかな。ガチャピンで行こうか。ん、ちょっとレボルトに入れ替えて。行けレボルト。これで麻痺せんやろ。オッケー、とりあえずポニータ落とした。よし、そっか電気効かないんだ。電光石火だこの野郎。おぶれ。やばい。そっか効果抜群だった。麻痺した、やばい。ちょ待って、もうみんな麻痺するじゃん。さあここ線で取れるか、ちゃんと攻撃できるか。よしオッケー、ナイスガチャピン、ナイス。オッケー、25に上がった、24に上がった。すげえ上がんな。いやみんなレベル上がりすぎだろ。負けちゃった。同じことしか言わんな。双子かお前ら。
はあ、これでいい傷薬ありがとう。あはあ、なんかおっさんいる。来る。てん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 。天岩山を抜けてきたけど、まだまだ元気いっぱいだぞ。オッケー。さあ、山男の刑事。花の刑事かな。それキセルデスク持ってるの。さあ、石粒で。さあ、対するはライオンで。さあ、ここはグローパンチで攻撃だ。いや、結構な攻撃力高くなってんな。いけるか。さあ、体当たり来る。うわ、やめね。体当たりは痛いから。このさ、ポケモンの技名とかさ、誰が考えてんだろうね。まあ、任天堂の人たちが考えてるんだと思うけど、このポケモンを作ってる会社の人たちが考えてるんだと思うけど、なんかさ、技の名前だとかさ、技の中身だとかさ、どんな風にして考えてんだろう。ドーミラって何？ドーミラって何ポケモン？ちょっとそのまま戦おう。え、何こいつ？何ポケモンなん？何ポケモンかわからんから、効果抜群なのかどうかもわからんけど、ドン！そうでもないのか。まあいいや、攻撃力上げてるからそのまま。エスパータイプなんかな。エスパータイプっぽいね。なになに。さあ、勝負に勝ったぜ。イエーイ。で、ここ登れないんだ。さあ、天岩山行きましょうか。天岩山越えてこう。初めての天岩山。なんだ。あ、野生のリーシャン。かわいいな。ちょっと捕まえたいな、リーシャン。眠たいのか、少しうとうとしてる。え、何？眠たいって何？え、何？ポケモンって眠たくなんの？ちょ、眠たくなってるし、ちょっとあんまり攻撃を与えたくないから人手で行こう。なんだなんだ、眠気を誘った。おお、なるほど。何、眠気を誘うために目の前であくびすんだ。ちょっとおもろいじゃん。さあ、念力。さあ、どれくらいダメージ入る。おお、効果今一つ。いいね。逆に効果今一つな感じで。あ、眠っちゃった。相手の体力削りたかったのにな。どうしよう。ちょ、眠っちゃったから入れ替えようか。メンヘリーに入れ替えます。じゃあちょっと吸い取って、君の体力吸い取ります。オッケー。なんだ、よしよし。さあ、ここまで体力削ったらいけるか。さあ、モンスターボールいけ。1、2、3。んだー、オッケー、いけた。さあ、リーシャン捕まえたぞ。喉の奥で丸い玉を震わせて鳴き声を出す。大丈夫、それのどちんこじゃねえの。名前つけられなかったから残念賞だわ。さあ、これ居合斬りか。何、なんだお前。君は世界の始まりを知ってるか。大丈夫ですか、いきなりそんなこと話しかけてきて。この天岩山は信用地方始まりの場所、そういう説もあるそうだ。
できたばかりの世界では争うことなどなかったはず。ポケモン勝負と争うことは全然違う。君もポケモントレーナーならそのことを忘れないでほしい。とはいえ心は弱いから難しいだろうけどね。では失礼。道譲ってあげるのね、優しいな出来心。でこれ何やったんやろ。これはこっち側から行くんかな。え、天岩山短っ。こんな短いの天岩山。ガハハハ、子供の君が大人の足にかなうか。なんだなんだ山男。もうね、ポケモンこのブリリアントダイヤモンドで石つぶてが出てくる確率めちゃくちゃ高ない？もうずっと石つぶて出てきてる。序盤石つぶてばっかしか出ないじゃん。どんだけ石つぶて出るん？もう見飽きてきた石つぶて。何これ砂嵐って。え、何？ライオンは撫でてほしいらしい。何？撫でるって何？撫でるとかあんの？さあ、石粒で倒れた。さあ、砂嵐地味にダメージで削ってくるんだね。いや、ここは入れ替えずに。さあ、グローパンチ乗れや。しゃ、一撃。しかも急所に当たって。撫でるの？うわ、なんかヤバい人いる、ヤバい人いる。絶対この人ヤバい。この空手番がお前をコテンパンにしてやる。なるほど、やべ、空手を、すげえ。空手王ってあれなんだね、ポケモン出すときも空手みたいに出すんだね。ガチャビンで行こう。よし、威嚇だ。さあ、攻撃力下がった。うわっ、さあ、素早さが下がった。翼で撃つ。バサバサ翼、妖精の翼。一撃だな。さあ、ワンリキー倒しました。おっす、まだまだ力不足だね。で、これ下に何があるの？スピーダーを手に入れた。スピーダーってなんだ？これ何？これ登れんの？秘伝技で移動できるかも。え、ここも秘伝技かなんか手に入れて移動できる手段を手に入れないといけないってことなのね。おい山男、お前どうせまた石つぶて出すんやろ。どうせ石つぶてやろ。もう分かっとるんよ、お前が石つぶてを出してくること。おい、イワークだ。予想外、イワーク出してきた。え、眠そうな時どうしたらいいんだろう。まあとりあえずグローパンチで。さあ削ってく。結構イワーク体力あんだねやっぱね。うわ、イワーク硬くなるか。なに、防御力上げてきたか。だがしかしこっちは攻撃力を上げながらグローパンチでくる。さあ効果抜群、ますます攻撃力を上げてくよ。呪い、え、何呪いって何、呪いって何、怖いんだけど。何してんの。素早さが下がった。こう、あ、なるほどね、素早さ下げて攻撃力を上げる技なんだ。でもごめんね、もう終わっちゃったんだ。さあ経験値ゲット。
お金ありがとうね、カツアゲです。大人にカツアゲする子供ってなんなんやろね。さあここは岩砕きで壊す、いけ。これなんで毎回さ、ビッパーが出てくるんだろうね。よっしゃ、モンスターボールゲットで、この人はもう後ろ姿でわかるよ、アロマ姉さんだろ、お前アロマ姉さんだろ、来たアロマなお姉さん、ミツハニー虫ポケモンか、やばくないその見た目、ミツハニー眠たそうだな。まあいいや、マッハパンチで、マッハパンチやねえや、効果今一つだ。そっか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 、やばい、なに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 、回避率がガクッと下がった。でも回避率そんないる、間違えた、火炎車だね、火炎車で OK。 入れ替えません、そのまま戦おう。さあここ火炎車で、どうせお前らは虫タイプ草タイプ炎に酔えんだろ。え、なになになに、毒の棘って何、うわ倒れながらも毒で牽制やばいな。よし人でレベル21、命の雫、何命の雫ってなんだろう。不思議な水を振りまいて自分と場にいる味方の HP を回復、え、これ使えそうだな。まあ、いや手助け忘れさせよう。オッケー。え、まだ町じゃなかった。素晴らしい勝負のシーンを描こうではありませんか。んだよ、さあ芸術家マネね、なんか真似してくんの、眠たそうだな、もううとうとするな、戦えちゃんと。わ、効果今一つなんだ。あ、こいつエスパータイプなのね。エスパータイプは何が効くんだっけ、悪タイプが効くんやったっけ、確かエスパータイプには。行けレボルト、なになになに、うわ、さあここは噛みつくで、確か悪タイプが、あれ効果抜群じゃないんか、エスパータイプって何が効くんかがわからんな。結局じゃあ滝登り、嘘八、ちょっと そのまま戦おうか。あ、草タイプか、ほら噛みついてやるからな。格闘タイプはエスパータイプに対しては効果今一つなんだよ。だからエスパーって何聞くの、え、なんか新しいポケモン来んかな、新しいポケモン使えそうな、新しいポケモン、うわ、ワンリキーだ、来た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 、ワンリキー、いいぞいいぞ、ちょワンリキー捕まえたいな。よし、とりあえずマッハパンチ先生、半分削った、おーおーおー、いいね、捕まえれるかな、いける、1、2、3、いけたね、よっしゃ、万力捕まえた、
ゲットだぜ。ゴリ。もうシンプルじゃん。ゴリ。まあいい、新しいポケモンもゲットしました。ここはなんだ？あなたって木の実をどこに植えたか忘れちゃうダメな人？はい。そうだよね。私もそうなの。そんな時はタウンマップでどこに木の実があるのかバッチリ分かっちゃうよ。あ、そうなんだ。あの木の実はいかが？どれも丸々と育ってますよ。あー、お金取るんだ。買わないです。どうせ木の実拾えるのか買わないよな。わしはみんなから木の実じいさんと呼ばれています。木の実の素晴らしさを伝えたくて毎日配っているのです。さあ君にも木の実は分けてあげよう。カゴの実。木の実じいさんな。てかさ、もうなんか木の実買わなくてもめちゃくちゃ手に入らない？人んちの庭の木の実を取っていくってマジ結構最低な行為してるけどなこの主人公ダメだろ、盗んじゃ怒られるぞ。おっと、ピッピー。ヨスガシティといえばスーパーコンテストショー。私も自慢のポケモンちゃんと一緒に参加しますのよ。何何、スーパーコンテストショーって。ヨスガはすごいぞ。新大地方で暮らしたい町、毎年ナンバーワンなんだよ。そうなんだ。さあヨスガシティに到着。あ、ヨスガシティってさ、なんか途中なんか出てきた関西弁の女の子いなかったっけ？よかった、あなたが偶然そこにいて。そうでなかったらミミロルちゃんどこまで逃げてたか。ミミロルちゃんモンスターボールに戻ってね。私ミミ、スーパーコンテストショーの審査員してます。お礼したいからコンテスト会場に来てね。なんだ、今からコンテストすんのか。この人はポケモントレーナー。なるほど、ポケモンジムか。スーパーコンテストショーか。どちらかに挑戦だな。これはまずスーパーコンテストショーをやっていく感じかな。結構広めだね。この人誰？あら、ごめんなさい。スーパーコンテストショーですか。うふふ、楽しんでください。ちなみにこのヨスガのジムリーダーメリッサはスーパーコンテストショーでもすごく強いそうです。それって私のことですけど。あ、この人がジムリーダーなんね。すっげえ頭してんな。うん、あなたもっともっと強くなってください。そうしたら勝負しましょう。お団子頭って4つできんだね。あれはおしゃれなのか。全然おしゃれに見えんけど。じゃあヨスガシティ探索していこう。あー、この子、こんにちは。あんたどっかで会ったな。なんやっけ、ほら、あのせや、コトブキシティで怖い兄ちゃん相手にお立ち回りしたやつ。うちあの後気になってあんたのこといろいろ調べたんよ。ストーカーだ、ネットストーカー現る。そしたらなんとあの有名な七日窓博士とつながってたり。お前、まあ、そこまで調べたんか。 SNS って怖いな。道場破りならぬジム破りをして回ったり。ほんま、メーターは飛び出るかと思ったで。あ、ごめん、また一人で喋ってた。一人ごとやったんやそれ。うち水木や、覚えてくれてる？一応覚えてるよ。あんたにボールカプセルあげたやろ。実はあんたが使ってるパソコンのポケモンボックスを管理してるのうちやねん。すげえな。でも大抵なんか大学生だとか学生だとかがああいう SNS だとかのさ、なんかサイト運営しとったりだとか作ったりだとかするよな。ベビーカーでお出かけすると街が変わって見えるの。階段とかのちょっとした段差でもすごく気になっちゃう。確かにそれもあるね。街中全部バリアフリーだとかね、なかなか実現しないもんな。スーパーコンテストショーだの、触れ合い広場なのでいろんな人が来るからな。綺麗にしておかないとな。スーパーコンテストショーって全世界の人が注目しているの。どうしましょう、全世界が私の虜になっちゃうかも。ない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 、
お前自分に自信がないからそんな白い帽子かぶってんだろ。わかるんだよ。着ている服を統一させて自分を目立たそうとしている自分自身に自信がない女、そういうのの表れだと思います。あなたよかったらポケモンに貝殻の鈴を持たせてあげて。何何貝殻の鈴って。これ持たすとどうなるとか教えてくんないの。あ、貝殻の鈴を持っているとちょっとずつだけど体力が回復していくの。旅行した時にもらったけど2つあるから気にしないで。なるほど、貝殻の鈴。じゃあ誰かに持たそうか。貝殻の鈴持たせる。使えるのかな貝殻の鈴って。私、宝円地方からやってきたものです。コンテスト会場が分からず迷っていた私をここの人は当たり前に送ってくれました。感動です。なので私もあなたを送っていきましょうか。どこに。ではこちらです。どこにどこにどこに送ってくれんの。どこかも言わずに送ってくれんのね。やめようよそういうの。怖えから怖えから怖え怖え。どこに連れてかれてる。あ、コンテスト会場ね。ここがコンテスト会場です。ささ中にどうぞ。行かないです。ありがとうございました。わ、教会だ。すっげえ。厳かに神に祈ろう。世界中の人が口にしてそれでも語り尽くせない言葉、それが愛と幸せ。キョロキョロしちゃうよな、そりゃ。そんなこと言われたら。ここ何。このゲートを抜けるとそこにはたくさんのポケモンが気ままに遊ぶ楽園なんだって。なになに。ふれあい広場東ゲート、ポケモンと楽しくお散歩。え、お散歩できるの。このふれあい広場ではあなたの可愛いポケモンと一緒にお散歩できます。どのポケモンちゃんとお散歩しますか。じゃあライオン。わ、それではライオンちゃんとの二人っきりのお時間をお楽しみください。いってらっしゃい。ライオンは広場の匂いを嗅ぎ回っている。気持ち悪いな。え、なにこのふれあい広場で何すんの。たまにね、ポケモンに話しかけると何か持ってる時があるよ。そうなん。胸いっぱい深呼吸した。だからなんだ。お得な掲示板、ふれあい広場では R スティックでカメラを動かして連れているポケモンを自由に観察できます。 R スティックを長押しするとカメラの最初の状態にリセットされます。なるほど。ほう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 。あーあーあーうん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 。よくわかんねえなカメラの使い方。リフレッシュできましたか。またどうぞ。なんだ。おや、お客様、先ほどお散歩していたポケモンちゃんが外に出たがってるようですね。ポケモンちゃんにそのように思わせるトレーナーって本当に特別なんです。これからは広場以外でもポケモンちゃんを外に出してあげるときっと喜ぶと思いますよ。え？外に出せるの？広場以外でも出せるんだ。え、出てきた急に。びっくりした。なんだよ急に出てきたじゃん。じゃあコンテストショー行ってみましょう。コンテストショー、コンテストショー。お、あ、さっきの。あら、出来心。なんでお母さんおる。やめてよやめてよ。女の子と二人きりで会わせてよ。お母さんいると気まずいんて。